心配したよ。捕まったかと思った。文を届けるのに手間取ってな。読んでもらえた？ハーンとの戦に加勢するって。そう願うが、待っておる暇はない。風が強くなってきた。朝には大風が来るな。ヒアリは無事に奪えたか？痛手を負わせられるほどにね。それとクロードに従うため城を抜けた兵を見つけた。万端だ。夜明けと共に攻めるぞ。そう伝えるよ。みんなに会ってきて。話を聞きたがってる。ありえないだろ。養母の友人のいとこが見たんだ。確か畑で捕虜になってた時のことだ。その子の仕事をしようとしたら急に人影が目の前に現れたらしい。それがクロード様だったって？初めは分からなかった。一夜を侮ってはなりませんよ。礼を言う。その弓、頼りにしております。約束は果たしたぞ。深く感謝いたします。あまり干渉にふけるでない。先生もでしょう。覚悟はつきましたか？この家に生まれた時からな。明日が待ち遠しくてたまらんわ。あの侍どもは敵だ。何言ってんだ。助けに来てくれたんだぞ。ジン。雅子殿、おいでくださるとは。叱る時に参ると申したであろう。私もハーンを葬りたい。奴は夫を殺し、二人の息子を奪い負ったからな。必ず裁きを下しましょう。私も力を尽くそう。お休みを。明日は長くなります。もしくは短いか。クロードが刃を交えるのは聖者だけではない。この世に縛られた哀れな亡者を相手にすればならない。へっ、まだ使わず志村殿の城は奪えた。槍川の席を立てた大工が捕まったってさ。かわいそうに、もう捕まったらさ。どこから対馬を攻めるべきか猛虎は分かってたんだろうね。どうやって？対馬のことや侍のことをあらかじめ学んだって噂だよ。菰田の守りが薄いって知ってたのか。はあ、さあいよいよですね。機嫌が良さそうだな。当然ですよ。一日中酒を飲んでますからね。あまり飲みすぎると明日起きられなくなるぞ。戯れはさておき、明日は力の限り戦います。鷹のためにも。頼むぞ賢治。猛虎の大将を倒しても終わらないよ。どういうこと？クロード様は島にいる猛虎を全て殺すので止まらないだろうね。鎧を仕立て直しましょうか。
より頑丈になりましたね。え、分かったかも。クロード様の正体は地頭様だ。戦が終わったらクロード様が地頭になる。陰ながらご分をお祈り様がお許しに。クロード様が志村様なんだよ。お二人は同じ。ずっと探してんだ。全く足取りがつか。酒井様、杉寺の長がいて心強いぞ。長だなんて名乗るつもりはありません。だろうな。だからこそふさわしいのだ。お主の兄君と僧兵らの仇を討とう。故郷を取り返すだけで幸せです。お主に助けられてから随分と遠くまで来たな。陣は重くて引きずって歩いたよ。男にしなきゃ村に戻れなかったくらい。全てはお主のおかげだ、ユナ。あんたは死ぬなよ。これまで辛いことばかり。大事な人も亡くした。お願いだ。だがハーンを止めねば。もういいよ。一緒に船を見つけて静かな地に逃げよう。戦は侍どもに任せりゃいい。それは本心か。いいや、俺が死んでも戦い続けてくれ。あんたってやつはひどい男だね。そろそろ休む？まだだ。今はあと少し共にいてくれ。いよいよだ。この時を逃せば二度とハーンを撃てなくなる。ケンジ、ヒアリの手はずはいかに？いつでも矢の雨を降らせられますよ。よし、ユナの合図で放つがよい。猛虎は束になってヒアリを奪いに来るだろう。我らはそこを叩く。火薬も弓兵も定められた場にある。さあ参ろう、酒井。皆の者、武運を。いざ。ジン、志村様はいないね。じきに大風が来る。我らも始めるぞ。合図の矢は放てるな。